ログローニョ、ログローニョは、スペイン北部のラリオハ州北端に位置する都市。同州の人口の半分が集中している。エブロ川に面しているため、歴史的に古くから、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路のような道が交差する地であった。また、中世には、イベリア半島の小王国が、その領有をめぐって争った。過去数百年間、ゆっくりとではあるがログローニョは、 国内多州からの移民を受け入れて、顕著な人口増加の傾向を見せている。ログローニョという地名の語源は不明である。965年、パンプローナを、ガルシア・サンチェス一世がこの地をサンミジャン修道院に寄進したと記した文献に、ルクロニオ・ルークロニオという地名となって登場している。1095年、フェロ、特権が授けられた際には、一度名付けられたイリグロニオ。 イーログロニオという名は除かれ、ログロニオ、ローグロニオの名であった。これについては、古いケルト語で、階段、または、一歩を意味するグロニオに、後から、ラテン語化されたことを示す医療がついたものとされている。グロニオという名については、当時の人々がエブロ川を、しばしば往復していたためについたと信じられている。ログロニオの式は、聖アンデル十字を描いている。これは、 ボルゴーニア家のシンボルであった名残である。この十字が授けられたのは1237年、バイサ攻略、1227年11月30日、聖アンデレの生命祝日のログローニョ住民の功を、たえ、カスティーニャフェルナンド三世が授けた。フア二世は、1431年2月7日、パレンシアを都市に昇格させた。同月20日には、バリアドリットが、 都市とされた。フアン二世は1444年7月20日、ログローニョに対して、非常に高貴なマノーブルと非常に王に忠実なムイリールという称号をコルテスにおいて授け、これは今も式に残されている。この言葉を授けられたのには理由があった。ナバラ王フアン二世軍の攻撃にさらされたログローニョ住民が、数多くの戦火、死と略奪、退火。 損害と抑圧に遭遇してもカスティーリ王への中心を示し続けたからである。1523年7月5日、カルロス1世は1521年にフランス軍の侵攻にログローニョが抵抗したことを称え、その紋章に3本の百合の花を描くことを許した。1854年12月、これら流行の際の住民の振る舞いを称え、イサベル2世は ログローニョにエクセレンシア勲章を授けた。都市の中核はエブロ川右岸にある。地理的には川谷の中間にある平地であるが、岡谷580メートルの標高のカンドラス山がある。実際、ログローニョの地理的状況のためにトラックや鉄道輸送において東のサラゴサや西のブルゴスへ行くのは容易である。しかし、北にカンタブリア山脈、南に イベリコ産地があるために南北へ向けてのアクセスには制限がある。ログローニョの気候はエブロ川谷に位置するために緩和されており、典型的な地中海性大陸気候である。年間の最低気温は摂氏13.5度である。年間平均降雨量は400ミリメートルである。20世紀から21世紀にかけ、多様な国からの移民がログローニョへ移住した。 2008年時点でのログローニョ人口は15万398人であった。死生まれの住民は6万8649人、ラリオハ州出身者が2万6298人、他州出身者が3万4527人、外国出身者が2万924人であった。ログローニョで暮らす移民の出身国はアルゼンチン、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ガーナ、 モロッコ、パキスタン、ルーマニアが多い。ローマ時代に築かれたウアレーア、ベイリア、現在は市の一地区がログローニョの起源とされる。当時の住民はカンタブリアからやってきたケルティベリア人であった。ダイプリニウスはウアレーアの存在と航行可能な側としてエブロ川について記述を残している。ウアレアはアウグストゥス帝の軍から物流支援を受けており、 ベスパシアのミカド時代に、ムニキピウムとされた。中世から11世紀頃まで、カンタブリア山脈とエブロガワートをつなぐ場所に橋が、かかっており、ローマ族州ヒスパニアタ都市との貿易用に利用され、ローマ時代に築かれたのは、マンティブレ橋であった、現在のアラバ県との県境近く。現在ロフローニョ近郊には、カエサルアウグスタ、現在サラゴサの一部から、カラグリス。 現在のカラオトをつなぎ、ヒスパニア・タラコネンシスへ向かっていたローマ街道が残っている。中世の間、ログローニョの位置の重要性は、カスティーリャ、ナバーラ、アラゴンの三王国の国境が交わる地であったのと、同様に、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路が通っていたという、実にも起因した。人口が増加し戦略的要衝となって、レオン王アルフォンソ6世は1095年、 ログローニョエフェロ、特権を授けた。この特権は本質的にアルフォンソ六世以前から行使されており、ログローニョ周辺地域の大部分で行われた。現在のサンタマリアデラレドンダジュン視教座制度への初めての言及は1196年に遡る。ローマ時代に起源を持つ円形の建物としてだけ名前が残っている。ルネサンス様式の現在の建物は、 カトリック領王時代のもので、15世紀から18世紀に、家計建設された。1454年当時の人口は、711人であった。コムネロスの反乱中期の1521年、内乱に乗じて侵攻してきたフランス王フランソは一世軍と、ログローニョ市民は退治した。年代記によると、アスパロト将軍率いる3万人の兵がログローニョを包みしたという。 5月25日に始まった戦闘で市民隊長ベレスデゲバラが防衛隊を組織したサンティアゴ教会にて市の全体集会が召喚されアスパロと将軍に以下の書簡が送られたログローニョは敵に門を開くことはない住民一人数とが戦う意志を持っている我々はログローニョを死守する5月24日に設置された 防護セクト29回の砲弾によって、戦闘員と非戦闘員に呼びただしい数の死者が出た。いくつかの戦闘が試みられた。6月10日には、フランス軍を混乱に陥れようと、勇敢な六郎にお市民と戦闘員たちが野営する、フランス軍に奇襲を仕掛けた。軍全体が攻撃者への恐怖と混乱状態になり、兵士たちは2万人の兵を従えた。 ナヘラ・コーマンリケでララが接近してきたことに気づいた。スペイン兵を前に彼は、おじけづき、アスパロと将軍は封鎖線を下げるよう命じた。そして逃げ惑う自軍と共に敗走した。6月11日、死は、勝利を祝い、セイバル鍋の数計、ち誓った。6月11日が、セイバル鍋の生命祝日であったからである。カルロス一世は、ログローニョの勝利を記憶するためとして、 死の紋章に三本の合を加えるよう命じた。この法律は1523年7月5日に成立した。現在も残るレベリン門のアーチはフランス軍に包囲された死の古い門を飾っていたもので、ログローニョ包囲戦から1年後の1522年から建設された。1523年、カルロス一世はナヘラとログローニョを訪問した。この時に、 王に対する貢献の証拠として、レベリン城壁の扉、ナヘラのカルロス一世の扉はどちらも、国王の紋章で飾られた。同時に、パラシオ教会内にある、カバリエロスでサンタ・マリア王立礼拝堂、サンタ・マリア・デラレ・ドンナ・巡視教座聖堂、サンティアゴ教会にも、国王の紋章を掲げた。1592年、フェリペ二世は、 フェリペ王子とイサベルクララエウヘニア王女を伴って、ログローニョを訪問した。王家のラリオ派への皇宮は、市場や祝祭への情報に現れた。この時代、ログローニョに初めて、イエズス会の神学校が設立された。ヒューマニズムと民衆文化に的が絞られた証として、この学校では後世まで貴重品だった神が使われていた。1570年には、ログロニョで、 異タン新聞法廷が開かれた。年代記によると、1610年11月7日と8日には、アウトデフェが行われ、巡視教座制度前広場にいて、6人の魔女たちが、火破りにされた。1833年、ログローニョ県が設置され、市はその県ととなった。しかし1930年代まで市の人口は3万人を超えなかった。19世紀の政治家、 バルドメロ・エスパルテロは晩年をログローニョで過ごした。現在ログローニョ氏はエスパルテロに関する記念物を保存しており、エスポロン通りには彼の彫像が、そして彼の邸宅はダリオ派博物館となっている。エスパルテロ像は1895年に設置された。同年4月、現在はプラセテスマテを探すた研究所となっている歴史的建築物の建設が始まった。 スペイン第二共和制の社会主義者動乱期の1936年3月18日、サンティアゴ教会とラリオ派新聞社の入ったピアス神学校の建物が炎上した。1936年8月20日にラリオ派新聞社は再開した。その時すでに中央政府の合法化に対する反乱はすでに州内で勝利を収めていた。1944年にも かつてのメルセド修道院であった教会が放火され、後にタバコ工場となった。1978年にタバコ工場は閉鎖され、ラリオハ州政府によって元の修道院へと改装する計画が1984年に待った。現在、建物は公立図書館となっている。1992年にはラリオハ州発の公立大学であるラリオハ大学が設立された。 最も重要なスペインワインの産地は、リオハであり、ログローニョにはいくつものワイナリーが存在する。食品加工がよく知られる。その他に、機械工業、製菓業などがある。サッカークラブとしてドログロニエスがある。バスケットボールクラブとして CB、クラビホがある。A-12、パンプローナ、ブルゴス、A-68、サラゴサ、ミランダでエブロンが通る。 ログローニョ空港にはマドリード・バルセロナへの定期便がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。